はい。ひとつき万札、清水でーす。ということで、いやー、こんなひどい映画になるとは、そしてこんなにひどい NHK、いや、知ってたけどっていうことで、なんかわからんけど、小池エリ子とか、あのー、橋本聖子とか、あと森喜朗郎とか、安倍晋三が呼んだオリンピックが、私たち日本国民が全員が喜んで呼び、そして全員が喜んだんだから、いいじゃないの。そういう映画撮るのよみたいなことになってて、レニー・リヒテンシュタールもびっくりだな。 っていう、うん、そういうあのしかもレニー・リーフェンシュタールよりも出来が恐らあリーフェンシュタールリーフェンシュタールよりも、うん、あの出来は悪くなることは確実だなっていういやもう本当にクソ映画になることは間違いなしだなっていうねえ、うんまあ、ちょっとですねオリンピック安倍晋三小池百合子橋本聖子森喜朗のプロパガンダにこれ税金使われるんですよね ものきも。だから、正確に言うと、正確に言うと、組織委員会が金出してんだけど。あ、そうなんですけど。あの、もう、だから、税金が投入されることもあり得るし。あと、あれだよね。あの、ほら、当たり前だけど、なんていうの。内側を取るわけで。まあ、さまざまな便宜を図ってもらって、うん。 内側素晴らしい。素晴らしい。うん、まさに東京五輪の滞在であると。そうよ。もうまさに。まあなんかだから事の発端は何かっていうと、川瀬直美が見つめた東京五輪というドキュメンタリーを NHK でやったと。はい。そしたらもうバリバリもう、ああ、ゴレン大成功だったと。うんそれで まあその自分は、えー、とそのドラマ性のあるその映像を作る、うんうん。あ山田さん、川瀬直美さんのことを知らない人もいると思うんですよ。えっと、ああ、はいはい。うん、あのー、まあ、世界的に結構もう有名になってる、映画監督でね。うんうん、あのー、なんていうんだろう、まあ、ドキュメンタリーたちっぽい作品っていうのかな。 おいまあ,あの、もちろんドキュメンタリーではないけど、うん、えとカンヌとかでも賞を取ってんだよね。うん、でだから世界的に評価されている女性の映画監督、うん、ってことなんだがなんか俺は見たけど全く面白くなかったんだけどなるほど、まあ、まああれはあの好み分かれるんじゃないのっていう感じの。うん、でそういう実績があったんで。うん だからあれよ、あの、日本の商業映画的には、えー、成功してないのよ。うん。すごい有名ではあるけれども。あの、いわゆるいろんなこう、東宝とかさ、東映とかそういうところで映画を作ってる、松竹とかで映画を作ってる人ではない。うん。独立、自分でプロ作ってやってるっていうね。で、えっと、もうだから、なんだろう。 この20年ぐらい、あ,あの、あの作品作ってきて、まあもうググリはさ、うん、作品名なんていっぱい出てくるんで、うん、それ見れ,見ればいいと思うんだけど、で、そういう実績を買われて、えー、東京五輪の記録映画っていうんを今作っていく。うん、まあこれは、あのー、IOC から、あのー、記録映画を作れっ,っていうふうに、どこの、 えっと、どこでオリンピックやっても必ず IOC からそういうふうに言われる。だから作ってる。でちなみに前回の東京五輪も東京オリンピックっていう有名なね、うん、あの作品がえっとこれ誰だったっけ深作だったっけ有名な監督が撮っててこれはこれで結構、あのー、評価が高いんだよね。うん で、やっぱり東京オリンピックが決まって、東京の街が変貌していってっていうさ。まあ、そういう、あの。歴史的な。あの変遷も描かれているっていう。不可作ではなかったです。で誰だっけ。市川崑です。あ、そうだ、市川崑。うん、うん。まあ、市川崑、もう、まあ、巨匠だからね。 まああの一番有名なのは犬神家の一族とかじゃないですかね。まあ俺市川紺で一番い,いの好きなのはあのビルマの建物だけどね。だ,だ,だいぶ初期そうね。うん、まあしかもモノクロでね、うん、なかなかいい映画であのいいと思うけど、うん、まあそれでさそのまあーセって出てきた時はねなんかなんて言うんだろうなやっぱり。 結構その社会政治、まあ、政治に対してきあのこうドカーンとさ原監督みたいにドーンとぶつかるような人ではないもちろんだけどやっぱりこう世の中あのどうやって生きていけばいいのかみたいな、うん、そういう結構真摯な感じだったんだけどなんかもう本当最近いやまあ東京オリンピックの前ぐらいからもうなんか結構。 体制側っっっぽい人になっちゃってんうん、うん、でまあ東京五輪のあの映画を撮るというのはさそれはまあだって IOC から撮れって言われて組織委員会から委託されて撮るわけだから、うん、それはさいや東京五輪の大失敗でしたっていう作品にはならないよね当然まあもちろんそれはならないでもそれ分かってたけど予想の斜め下のひどさですねそうそうそう、うん、それでまあ うんそういうものだからさせ大したものになるわけがないんだが、うん、その中でどう取るかっていうのがや,やっぱり1年延期になっちゃってるしさ1年延期されてるしでまああれも、あのー、やっぱりこう反対とかもすごくあったし、ねうんえー、で結果的にはさじゃあ何か産んだかっていったら何も産んでないわけで。うん どういうふうに取るんだろうなっていうのは逆に注目されてたわけうん、うん、で、そうしたらこの間そのえー、っと、川瀬が見つめた東京五輪とかいうやつ、うん、番組が流れてまあその中で私はどあのドラマ性のある映像で作っていきたいんだみたいなことを言ってて、うん、で、そこでまた川瀬が東京五輪というのは私たちが私たちが承知したんですだから私たちがそういう覚悟を持ってやったんだ これはもう喜ばなきゃいけないんだみたいな、まあ、そういう発言をしたんで、まあ、かなり炎上してるんだよね日本に国際社会からオリンピックを7年前に消費したの私たちです、うん、そしてそれを喜んだしここ数年の状況をみんな喜んだはずだ、うん、これは今の,んない今の日本の問題でもっていうなん,かなんかすごいファシズム感漂う発言ですね漂うよね、うん でその一人はみんなのためにみんなは一人のためにっていう全体主義感満載。満載だよ、ねうん、それでその、まあ、その結果ツイッターで、えー、っとハッシュタグがね「うん、ハッシュタグゴリを承知したのは私たちではありません」っていう <laughs> ハッシュタグが発生して、うんまあ、かなりの勢いで広がってるっていうさ。うんうん でその、我々は、まあ、自分としては、うんあまあ、とにかく本当五輪バザーイっていうね、うん、っていう発言をしたんでまずそこが炎上してるっていうこと、うん、もう一つはこの番組の中でそのデモの扱いね, <laughs> ね反対する人たちの扱いにちらっと触れて、うん、それは NHK が取材してるんだけど、うん なんか、たった一人のおっさん、うん、なんかしかも顔を隠して。うん、うん、どこに誰だかわかんな、ね、い。匿名のおっさんな。匿名のおっさん。うん、お。たった一人なんだよね。うん、に、あの取材、講演かどっかで取材して。うん、いやー、なんかデモの参加するとお金もらえるらしいよみたいならい。らしいよって、な、らしいよ。らしいよって、なんだろう。 っデモに参加すると「お金がもらえるらしいよ」を、うん、匿名で一人だけ出してそれを報道する。うん、俺も出たい匿名でこれちょっともうってなっててひとつ満万冊見たらあのとっても人生が幸せになるらしいよっていう <laughs> 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 ねえうお金が出る動員があるみたいなことを匂わせたんだけど。うんうん もちろんそれ当たり前だけどそんなのデマだしね、うん、5人反対する人間っていうかそもそも5人を反対する団体なんてさ、うん、あのみんななんかちっちゃな団体でさ、うん、お金の持ってるような団体なんかないわけよ、うん、で共産党はさあのー、今年の1月になってから反対に転じたけど、うん、でもだから,つら反対運動なんかさ国会前に集まるとかそんなことはやってないしね、うん これは明らかにデマなのにこんなの載っけちゃう放送しちゃってそうするとまた信じるバカがいるじゃん結構だかもう税金投入フェイク犯罪的報道ですこれはだよねいやもういくらっでもひどいでしょうこれね多分ね問題になるともうあの BPO っていう、うん、その放送内容を審査する、うん、で問題があったとされる番組が BPO っていうその団体にね あのー、あれ報告されるとそこはチェックするのよ。だっていや、あのー、例えばさ、うんあの「私は実はお金をもらっていたんです」でこれがお金をもらったやり取りですこれがお金をもらう対価としてのしデモの参加の指示書ですっていうでしかも、あのー、それが証拠付きであった。 メールがあった。振り込みの履歴があった。ああで、それをちゃんと複数に NHK が取材した。で、うん、お金を出したところにちゃんと当ててみた。聞いてみた。うん、で、回答がない。あるいは否定した。とかまで報道するんだったらいいけど、これなんか公園に座ってるおっさんがモザイクかかりなから、あの、五輪の反対デモに出たらお金もらえるらしいよ。っ <laughs> て何やねん、その、ずっこけもいいところだよ。 いくらなんでもひどいんじゃないっていうね。僕、クソ一緒よあのー、ほら、東京 MX テレビでやってたニュース女子で、<ー>ニュース女子って番組があって、あのー、よくヘイト発言されるオーナー様がいらっしゃる DHC のスポンサーの。 そしたらその中でやっぱりあの辺野古の反対運動に行くと金がもらえるっていうデマ流してそれ、うん、で番組潰れたから、ねうん、まあ正確に言うと地方ではやってるんだけど、うん、MX で流せなくなったわけ、うん、大問題になったわけなおでしょう <laughs> お前よくやるよって <laughs> それと似てようなことやったわけでさだん結構 NHK やばいと思うよ MX のさスポンサー費用なんてさあの正直大したことないからね番組丸ごと一本持とうと思ってもうんだそうまあ1回放映すると1000万だったんでまあそんなもんでしょ、うん、うちらもちょっとクラウドファンディングで集めて東京五輪の滞在を読むと頭が良くなるらしい実は安倍晋三はこっそり読んでいたとかなんかそういうフェイクでも流すかいや実際本当に読んでるかもしれないけど、はい <laughs> <laughs> またはあれだよね。なんかこうさ、河瀬、この河瀬の作品が発表されるのはさ、うん、えっとあれなんだよ。来年の6月だったか7月ぐらいだ,うん、うん、だから、なんかこう、それにこうぶつけるようなさ、うん、あの東京五輪の真実みたいなさ、なんか記録映画とか誰か作ってくんねえかな今から今から 今から作るの大変だけどね。<laughs> 大変です。え、ななんだってえっ、ー、といついつ発表かさんは。来年のあごめん今年の六月か七月っていう伝えな気がする。無理だ。pg <laughs> <laughs> やな。反対してってそれちょっと <laughs> かなりまああれだよね事故になっちゃうからね。 いや事故の上に今空いてる監督って仕事ないだろうし今空いてるプロダクションも仕事ないだろうから勢いクオリティ低い戻りだらさるわいかもまあ,あな難しいなうんでもまあじゃあその時期が後ろにずれてもいいから、うん、じゃあなんかそういう映像をまとめてるものがあるといいと思うけどね、うん、映画でさ、うん、まああの例えば、えー ほらあの霞ヶ丘団地のね、うん、あの退去させられちゃった団地の人たちを追ったドキュメンタリー作った監督さんとかいるからね、うん、まあそういう人がまとめてくれたらいいかもなって気はするけどな、うん、まあとにかくさ川瀬の発言もひどいけどさ、うん、あのー、その私たちが招致したっていう、うん、そのね全体主義的なさ 発言でやっぱりもう完全にさ目線がそのいわゆる権力側にっっちゃってんだよ、うん、私たちが承知したのです、うん、喜ばないあなたたちはどうなんでしょうか、うん、何東京五輪のち、うん、素晴らしさがわからない私の素晴らしい映像を見て東京五輪の素晴らしさをたたえなさいプみたいなこう。 なんかそういうキャラだったっけ川瀬さんってうんだいぶ変わってきたんじゃない <laughs> やっぱり税金っていう利権をすすると頭も変わっちゃうんですねまあ多分ねうんまああのちなみに岸田政権に伝えておきますけど <laughs> 我々本間流と清水友子は官房機密にもらえばあっという間に変われますからね <laughs> もうどうかお待ちしておりますよ <laughs> そうね。そうね、ん、それでさ、うん、えっとこれはいつのニュースだっあっまあ <laughs> これは6月のニュース 去年の6月なんだけど、うん、のニュースをやっぱり誰かがほじくり返してきて、うんえー、川瀬直美がなぜかバスケ女子 W リーグ会長に。関係ないし、<laughs> バスケやってないでしょ、この人。いや,やってたんだって、学生時代。やってたい、学生時代。そういうレベルでいいんだったら、本場さんだって、あの、全 <laughs> あのなんか日本のテニス協会会長になれるし <laughs> 俺だって不登校のこ卓球いっぱいやってたから卓球協会会長とかなれますよおかしいでしょういくらなんでもまあだからさまあ人寄せパンダ的なねあれなんだろうけどいやプラスプラス権威をもらえるってことですよ仕事も権威もあげるっていう権力の靴なめろ俺の尻なめろとそしたらこういう名誉も仕事もやるよとうん。 まあそういういことだよ、うん、やっぱりよっぽどのさその何て言うのほらこのバスケに貢献した、うん、ねあのまあ日本で言えばさ、うん、日本の選手はまだ今はもう結構何人も日本の選手があの全米プロバスケットに行ってるけど、ねうん、まあその一番最初にあの何ていう人だっけ田臥なんていう人だったのに、うんうん、すごい背が小さいのに全米プロかな行った人が 例えばそういう人が会長になるとかさ、うん、それなら話はわかるけどお前、うん、これ中高バスケやってましたって言っ <laughs> 何者だよみたいなねい<や>で本場さんもあの全日本テニス協会会長とかなれるってことですよ <laughs> ねテニス好きです、うん、で私も不登校の頃一番やったスポーツは卓球です <laughs> 卓球協会会長に就任いたしましたおかしいでしょ <laughs> 映画監督ってさそんな暇なの、うん、まあ暇っていうかあのそんなことをやっている余裕があんのかっていうねやっぱり普通じゃないと思うでもそういうものに惹かれるっていうことよ、うん、つまりやらないってこういうのやらないってあちこちね名誉職だけどやらないって言われた、うん、あやります」って言,え言っちゃうってすごいよね、うん、だってその分だけ確実に映画監督のさ 時間はそがれるわけじゃん。ね、そがれるよ、うん。でね、だからこの東京五輪の記録映画にせよ、こういうバスケットボールの会長になっちゃうとにせよさ。うん、まあ結局、このカズさんって、うんと要するに大手の商業、さっきも言ったけど、大手の商業映画でドカンっていう大ヒットって飛ばしたことがない。うん、まあ内容はね、 なんか結構あのー、すごい真面目なちょっと暗めな内容が多いんで、うん、だから多分自分の,あの国際的にはそれでも認められてるけれども、うん、国内的にはいまいちだっていうのがあって、うん、まあやっぱり、うん、あのもっと自分の名声を高めたいっていう欲求は絶対あると思うんです、まあ、プランうプラスもう才能が枯渇したんでしょ うん、だってそうじゃなかったらこんな仕事を受けると思えないもん安定を取ったように感じるけどなぁうんまあそうだろうね、うん、<laughs> まあさっきも言ったけども組織委員会から金をもらって作るんだからそれは5人「まズーマン、まうん、みたいなさ映画になっちゃうのはもう、うん、最初から分かって 最初から分かってる、分かっている仕事をまず受けるっていうのはね、うん、やっぱりどっちを向いてるのかっていうさ、っていうのがわかるじゃん。うん、いや、もう東京五輪バザーイって言えば、ね、いくらでも金がもらえるわけでね。あそういう仕事をやりたいって思うっていうのはさ、そもそももう、なんか、まあ、そういう人なんだなって俺も思ったわけ。詳、うん、しかったね、うん、ちょっと。 うん、それでさちょっと似たような話でさ、うん、あの椎名林檎っているじゃんあ東京事変、うん、東京事変のね彼女もさ5年ぐらい前だったかな、うん、の NHK ごめん朝日新聞にいやもう東京五輪決定バザーみたいな、うん、インタビュー記事が載ったのよ、うん、その時もねやっぱ今回のこれというか ほぼ同じような発言してんの。うん、私たち日本人がね承知したんだから、うん、みんなで喜ぶべきだみたいな。<laughs> 発言したらもう大炎上したのね。うんうん、大炎上した。ちなみにあのそれから私シーナリンゴ聴かなくなりました。あれ四五年前だよね。うんいやでもあの何年ぐらい前だった。シーナリンゴ結構好きだったんですよ私。うーん。だけどなんかあ。 そううい人ねみたいなどっちが行っちゃったねどっちが行っちゃったねって俺も行きたいなじゃなくてあのひどいなっていうふうに思いましたでさでまだ先があんのよこれにはでシーナリングそういう発言をしたなと思っていたらまあもう内定してたから言ってた言ったのかもしれないがあの東京オリパラの開会式のあのメンバーにうん 開会式の企画メンバーに入ったの。うん。えー、っと、あの、ほら、狂言師の野村萬斎さんがをトップにしてさ。うん、だから、それまではね、オリンピックに対して結構肯定的な発言ばっかりやってたわけよ。うんうんね、だってそうだ、それはそうだよね。そっち側に入っちゃってるわけさ。うん、ところが、うん、ところが、えー、っと、おととし2019年。 の春ぐらいに、うんえー、野村万歳チームは解散電通からに、ね、解散されましたね。うんそしたらそれ以降パタッとオリンピックに対する発言が消えちゃってさもうそっち側に組みできないって分かったら興味がないみたいなねっていうさ。<laughs> まあちょっとごめん、俺全部をチェックしてたわけじゃないから、すべて当たりだとは言わないけど、うん、あそれ以降はオリンピックに関するあの発言とか、表舞台には出てきてないんじゃないかな、うんままあ。もしかしたら金メダルおめでとうぐらいは言ったかもしれないけど、うんうん、でもあの、どっかちょっと探せば出てくるんだけど、あの朝日新聞の本当でかい15段のインタビューがあってさ、 そこで、いやもう東京オリンピック招致は素晴らしいことだから、国民全体で言わうべきだみたいなさ、お前、立ち位置がさ、ロックじゃないのっていうね。っやっぱりさ、反体制、反権力じゃないのって。まあもちろん 別にさどっかに火炎瓶投げろとは言わないから。ロックだったらあの、うん、そうだなあのゴリンマークつけたギターっぽい何かをこうガシャーぐらい割ってみたいなそ,、ねね、そういうものに反対するのはさロッカーじゃないのっていうね、うん、みんなを動員するって国民を一丁庫に動員しようとするものに対してさ「ざっけんじゃねえぞ」っていう歌ぐらい作るのかと思ったら。 国民全体でお祝いいしななきゃっていう <laughs> なんかさ「ロック私はロックやってます」とかさなんとかって本当にただのポーズなんだなっていうねファッッションロックま、ね、あまあファッションロック、ね、あまあロックっぽい曲調でやってるけど、うん、まあ中身はただのね、うん、まあファッションっていうさあもうおそ,そこがあのお里が知れたなと思ったんだ だからそれで、で、ま,でまた、まあ、その発言のおかげなのか何なのかわかんないけど、五輪、オリパラ開会式企画チームに入って、そしたらさ、うん、まあまもしかしたら自分の歌とか使えたかもしれないじゃん、うん、開会式、閉会式で。あまあ喜びさんで入ったと思うんだけど。うんまあ あのそれが強制的に電通によって解散させられた後あの件についてさ誰も発言してない、まあ、つまり多分あの守秘義務契約かなんか結んだと思うんだよね、うん、やっぱり中身については触れてはならないさ、うん、でも中身に対して触れることと自分たちが強制的に解散させられたことに触れるっていうのはさそれちょっと別問題、うん、法律的に見てもさでも何も語らない えー、お前さ、なんかさ、日頃なんかあのパンクだ、ロックだって言ってんだったら、それもぶちまけちゃえよって思うけどさ、うん、おとなしいもんだよね、本当に。まあでもね、税金、ぶち4兆円の権力、そして、この NHK の今回のやらせ、まあやっぱ、ビビったんでしょう、権力に。 だったら最初から入らなきゃいいのに。うんうん。まあ一度ね向こ,う向こうの方向行っちゃうとさ。うん。いやもう楽なんだもう。うん。ざねこれもやりません。あれもやりません、ね。今回のがあるんでさ。うん。いくらでも持ってきてくれるしさ。うん、でさっきのねバスケリーグの会長とかさそういう仕事も舞い込んでくるわけよ。うん、あおい,おいしく美味しくて美味しくてたまらないよ、ね、うまくってうまくって素敵。 でうんそこからちょっと抜けちょっと弾き出されると思う「へ <laughs> えへ、ー、えへ、ー、えー」みたいになっちゃっさうさ、ん、まああとねあれだけどねまあ電通様にさあの要するに電通によって切られたわけ、ねうん、その電で,でもその電通にあの牙,をむ牙をむくっていうかまあ、電通に喧嘩か打ったらまあああいう業界だからさ、うん、まあ大変なことになるっていう。うん まあご自身ではよくお分かりだろうね。うん、まあそこでさ、ザッケじゃねえ、電通なんかざッケじゃねえぞって曲でも作って売ればさ、うん、それは俺応援しちゃうんだけどさ。うん、まあそういうことをするね、あの力もない。うん、で、なんかファッションロック作って売っているっていうさ。うん、まったく本当によって思うけどね。まあでもね。 まあ初戦は東京五輪叩きにおいて小物ですよ。うん、で川瀬直美も小物。今回あの一番ひどいなって思うのはやっぱ NHK だと思うよ。そうね。それはそう思うわ。こんなウルトラフェイク流すたらあかんでしょ、いくらなんでも。いくらなんでもやばすぎるだろう、うこれ。何 ?DHC 並みですかうん。うよ。<laughs> ニュース女子並み。うん いややばいと思うよこれ<ー> <coughs> めちゃくちゃやばいとほ、うん、本当ちょっとこれは、まあ、まあ問題になるあ、うん、事案だねこれはねほ、うん本当ちょっと NHK も劣化してまあ、NHK のスポーツ局かどっかが作ったんだと思うけど、うん、あまりにもひどいひどいも話よでさあまあ母さんがさあの何をどう作るかって まああもうなんかねあのいいっぱい例えばさ東京の,のあの国立競技場がどんどんできていく様をさ流すとかさ、うん、やるじゃん、うん、昔の東京オリンピックだとそれが新幹線である首都高速だった、うん、まあそういうもんがないから、うん、まこの後ろのこの会場ができていく様とかさアクアティクスセンターができていく様とかを映してさ、うん、それでも。 観客が一人もいないっていうね、熱狂を表すのは難しいよね。うん、あのリフェンシュタールのあの、あの、ベルリンオリンピックのさ、意思<や>の勝利だったっけえっ、ね、タイトル。一思の勝利はね、あれ、あっち、あのー、ナチスの党大会の、ね、あそっちか、そっちか。えっと、なんだっけ。えー、っと、ベルリンオリンピックは何だったっ ちなみにレニー・リヒテンシュタールはですねリンあのレニー・リーフェンシュタールさんはですねあのー、なんか一回リーフェンシュタールさんすんげえ長生きで101歳なんと21世紀までご存命で,で101歳で没そうだってそれでさ80ぐらい超えてからあのー あよスイミングあのなんだっけあの潜るやつ、うん、あの海中に潜るやつ、うん、やり始めてそれでこう海の中の映像とかも自分で撮ったりしたっていうまあ元気なばあさんでさそう、ね、ですごい美人で、うん、でねゲッペルスからあの愛人にならないかって言われて断ったっていう伝説があって。うんうん でもヒトラーに浸水しててさそれでまああとやっぱその映像の手腕も確かだったから、うん、ベルリンオリンピックっていうかその,その前に「師の勝利」を取ってオ「オリンピア」「あの医師の勝利」はもう世界中でねあの映画館で公開されて大ヒットしたっていうさ、うんまあ、当時の映像技術最新鋭の映像,映像技術を使ってて、ね、で晩年ね あのー、あれよ,この本でよ、彼女の自伝で読んだけど、うん、晩年辞典辞典あまあ晩晩年晩年のインタビューでね、うん、もしあのー、あなたはまだヒトラーを尊敬していますか、うん、もうすごいやばい質問なわけよ、これ。今のドイツ人であの嫌なんて言ったらさ、大変なことになるわけで、<laughs> そしたらさ、ビフェンシュタールがなんて言ったかっていうと、今もし 今もしあの方があのドアを開けてあの扉を開けて入ってきたら私はあの方を抱きしめるだろうってう全くはの何の反省もないっていう、ね、晩年までそうだったっていう、うん、まあそういう人ですよだから一時期干されたけどその20年ぐらい干されてたけどその後また自然のそういう映像ね を取って復活するしたっていうさまあすごい人ですよまあ母さ直美が100回ぐらい100段逆,逆立ちしてもかなわないだろうなっていういやちょっと才能が違いすぎる <laughs> <laughs> ちょっと <laughs> 才能とその意志の力ね <laughs> まさに百歳まで生きてはははは ら抱きしめてやるよ今でもってああみたいな <laughs> あんか文句あんのかあんのあーちょっと映画撮ってくるわーみたいな <laughs> <laughs> そうまあすげえすげえおばあちゃんだが確かですよ <laughs> すごいよねあれはすごいと思ったまあもちろんさナチスという時の権力に寄り添ったわけでね、うんまあ、そこはさ、まあま権力志向が強かったっていうことではあるけれども、うん すごかったのはそのナチスが滅んだ後もあのも、ー、ヒトラーへの尊敬はもう揺るがなかったっていう、うん、まあそれはすごいよ本当に化け物だからまあまさに意志の力ですねまあ意志の力にすごいよ <laughs> でもねだからさっきも言ったけどナチナチ政権に寄り添ってヒトラーを崇拝はしたが あのー、ゲッペルスからの愛,愛人要請は蹴ってるんていう。うんうん、割と、あのー、ナチスの交換に対してもはっきりものを言ってて。うん、まあゲッペルスとかあのー、あいつら、あのー、なんだっけゲーリングとか大嫌いだって言って、ねうん、まあそれぐらい,は,いはっきりしてる人だったのよ。いやー、それはヒトラーに好かれる。ね。 うん、あのやっぱりさああいう権力者になってくると周りがもうなんか筋トレラムみたいにみんなあのもう全員ペコ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 米、うん、つきバッターみたいになるからそうそうあの私の人ら相当のことはあのね尊敬してますけども「はっギャップルス出ないしてこい!」とかっていうふうなはっきりする人は逆に絶対的権力者からは好かれます、うん、珍しいから。うん そうな、うん、あそういう人だったらしいっていうことよ、うん、まあね医師の勝利とかオリンピアなんてやっぱ今見てもすごいからね、うん、ああああよくできてるなあって思いますよ結構まああれあのモノクロなんでね、うん、あれがカラーだったらすごいだろうなと思うけどねまあねまあそうは言ってもまあそうは言ってもな、まあ、あそういう権力側にくっついちゃった人たち なんでね、うん、あれですけど、あの、手放しには、倒産できないけどさ、うん、うん。結構、リフェンシュトールの本、結構、いっぱい読んだんだよ今、なんか、そう本ないかな。うん、まあ、なかなかいい本がいっぱいあるんで、うん、うん。ちょっと、見当たんねえ <laughs> まあ、さあ、だけどさ、とにかく、なんか6、6月、来年 の母さんのその映画ってなんか嫌なもんができそうな予感がするよなするでしかもこの NHK がやらせをやってるっていう、うん、<laughs> まあ NHK のとだからね東京オリンピックでやっぱりいろいろ問題あってあの NHK がとにかくさあのやっぱりまあ NHK の立場としてはまあオリンピックみたいなああいう国家行事はさ 応援するっていう立場なわけよ、うん、最初からそういう立場になっちゃってるわけで全種,全種目放送してるしねだけどじゃあ本当にオリンピックって日本のためになったのかっていうさあのー、事前に検証もしなかったしあとの総括もいまだにやってないし、ね、この総括時間をかけてさ 本当何時間、もう45時間ぐらいかけていろんな人を呼んで話をして、うん、討論させてさっていうことをやればいいのにとにかくやらないからね、うん、まあやったらさ結論すぐ出ちゃうからねえっ、ー、と税金4兆円使ってどうすどうしたのこれっていう <laughs> それで終わっちゃうけどさ、うん、だからやらないわけよ、うん、それが問題なのようん。 そ,らねそこがねやっぱ大きな問題なんだよあ誰かが1億円ぐらい乾杯してくれたらその MX の番組買い取りますかそうねうんあああれだよねそういう手はあるんだよ。うん、うん、あのー、まあ MX を買い取るっていうかまあ番組自分で作って、うん、で MX で放送してよと放送してくれば一千万あげるよと MX の「はの <laughs> あいはい喜んで! <laughs>」 もうすぐ喜んでやってくれるよ。<っ>うん。近局はさすがにそういうのは難しいけど。うん、MX ぐらいな。で、裏話するんですよ。でもプロパガンダ決まってんだろ、ひつき回さずの。つってよ。<laughs> 自分で金出して作ってたから、自分の意見なくしてないがあるんじゃつって。どうせうちら、弱小だって。NHK と違うところ裏裏も全部こうやって正直にしゃべるところだよ。つって。開き直る。<laughs> あほんまあ、それぐらいかなったらできちゃうんだけどね。うん。うん まあそういうね総括っていうのをとにかくやっぱりな NHK ぐらいやればいいと思う、うん、やるべきだと思うけど、まあ、とにかくやらんというね、うん、まあやるとボロ,ボロが出るからやらんっていうさ、うん、ボロボロでしょうんだからまあこの映画の中もねまあ、俺はほら5人の滞在で オリンピックなんてもう開く前から山のように問題があったっていうね、うん、もうさもうばーって言ってさ招致活動であー賄賂を配ってたんじゃねえかとかさブラックタイング社ねそうそうそう安倍がさ、えー、福島アンダーコントロールと嘘ついたとか7月の東京は温暖な気候っていういウ嘘,嘘もついたとかさ <laughs> いや私が一番ちなみに許せないのは福島アンダーコントロールです。 だよねベルトナウイして何も取り出せてないで一郎アンダーコントロールってやばくねえかそれ水ぶち込んでるだけだからさああコントロールもヘッドくれもないっていうね五輪エンブレムのさ佐野健次郎ちゃんのあの事件もあったし国立競技場こんな建物の巨大な一丁あじゃねえ、ア1500億円もぶち込んで作っちゃったしとかさうん、うん 復興五輪なんて全然嘘っぱちだったでしょとかさうんそういうのって多分一切検証しないんだろうね一切するつもりないと思うんですよゆえ <laughs> にこの本があるわけですうん一切本当に一切やんないんだろうなきっとなすごいよな <laughs> まさにこう嘘に嘘を重ねていってさへこむ いよな,なんかなであれだろうなテレビ中あのだってほら無観客だったからさいろ、うん、んなところでテレビ中継してるテレビ中継してそれを見てる子供が「あ金だバザーイ!」とかっつってやってるのをさも何,何百個も取ってそれをパッチワークみたいにはめるっていうねもう絶対もう画面が見える想像できるってっていうさうん。 そんな感じまあ、それがヒットするかどうかっていうのはあるけどね。まあ、どういうふうに公開するんだろう前は映画館で公開したわけよ。もちろん。それしかないから。うん、今回はどういうふうにやるんだろうな。組織委員会のお金で作るっちゅうことはだよ。うん、あ元は税金で作るってことだろ それ映画館で金取って見せたらな。うん、国民から金20ドりだってことになるよな。うん。<laughs> 極端に言うと。ただでいいじゃん。<laughs> でもほら、ただで見せるっていうのはさ、会場費もかかるからさ、ただじゃ見せられないわけじゃん。だ h k は全部払えい NHK は全部払えばいい。だから,だからただ、ただでっていうんだったら NHK だよね。うん、NHK で見せるっていうこと。うん。 まあ、NHK だって、まあ、一応さ、一応、あのえっ、ー、と加入料を払ってるわけだね。まあね、うん。まあ、あのー、ね、まあ、どんなもんかっていうのは、一回見てみないとね、うん、いけないと思うけどね。それにしてもひどすぎる。私たちが承知したんだから、私たちが覚悟を持って、何な,なんだっけ、覚悟を持ってた。うん、なんかそういう、とにかくわけわかんないなっていうね。 何が私たちが承知しただよってこの私たちっていうのは安倍とか森とか猪瀬とかっていうさあの人たちと自分を同化しているわけでねうん、うん、すごいよねあ,あこんなものに。 税金がが使われれて文化がゆがめられる辛いな川瀬、はい、監督は、えー、この公式東京五輪の記録映画の監督に決まった時単なる記録ではなく今の日本にオリンピックでどのような変化が起こるのかでどのような変化があるのか。 物語性を持った作品にすることが世界の人の心を動かすことになるのではえ、これ結構重要でさつまり記録映画ではなくてカー瀬が作った物語に沿って進行するってことやこれから彼女、うん、まあ今から公開しようとしてるものはうんだからそこにはさあの例えば宇都宮さんが中心になってやった30万人、うん 反対署名とかさ、そういうものは一切出てこない。うん、まあ、もちろん俺の。俺とかのこの本も出てこないしね、当然。うん、なかで,で、逆に、うんと、東京オリンピック、また、いわたわたって。その、例えば。国立競技場の周り、開会式のあの日は。入れもしないのに、人が集まってやってました。うん、はい。うん、例えば、それをさ。移してさ。 入,れもあ入ることはできないのにこんなにいっぱいの人々が集まったみたいなそういう映像とか、ね、にしていくと思うよ。吐き気が <laughs> <laughs> ものすごい逆に言えばものすごいプロパガンダ映画だ、うん、まあそういうものをこの時代に作っていこうという。で間違いなく安倍とか小池とかヒーローでしょう そう,よま、うん何、うん、だったらあの懐かしの石原慎太郎とかまでインタビューしたりしうーんまあだから阿部とか小池とかのあれじゃないインタビューは必ず入れると思うるであるでしょうねうんやるよあと森とかさ、うん、でそういう賛成する人々のインタビューは山のようにぶち込みながら、うん、反対する人のインタビューは一つもないみたいなさ、うん、すごいいい作品だと思うよ、うん うん、まあそういう作りだとねでもいくらなんでもひどすぎるって多分言われると思うからうん、うん、まあちょっとお手紙拝見だけど、うん、まあ大体もう作りは目に見えてるって言われてるけどそれはそれで彼女は作るだろうがこの NHK のこの番組はやっぱりちゃんと BPO で審査するべきだと思う。うん うん、いやそうじゃなきゃダメだろこれ、うん、いくらなんでも変だもん、うん、いくらなんでもひどいよ、ねうん、はい、あ、まあちょっとねぜひ今から川瀬直美さんが東京五輪の滞在を映画の中に入れてね、うん、あの尺の半分ぐらい、えー、反対活動もしっかり入れるというふうになったらですね、うん、素晴らしい。 それはすごいとうん、でもまあ記録映画ではなくってねプロパガンダ映画なのであればまあ歴史にそういうお手を残すだけだなとあとはレニーさんと同じぐらい開き直っていかどうかっていう <laughs> もし安倍さんが今扉を開いて入ってきたら私は駆け寄って抱きしめるとかさ いやでもちょっとアドルフ・ヒトラーと安倍晋三はスケールが違いすぎるし <laughs> レディーさんと川瀬さんも才能が違いすぎるちょっといろいろそういう意味ではなんか,なんかあのちょっとまあいいことでもないですけどなんかその日本人のしょぼさんの希望ちみたいな感じもし少し悲しい,悲しいそこはしょぼくていいんだけどちょっと確かに悲しいちょっと悲しくないですか <laughs> あ,うん、<laughs> ああと言いかだしあそこはしょうがないもう日本はねしょぼくなっちゃったのよ <laughs> はいまあそんなわけでアメリカの国防長官がオミクロンに感染しましたねえ、うん、もうねああ大変な時代ですよオリンピック万歳とか言ってたことが恥ずかしい はあ、なわけで、今日も読書ということで、えー、チャンネル登録といいねよろしくというのと、東京五輪の滞在、我々、官房機密費、あんなに欲しい欲しい欲しいって安倍政権の頃から言ってるのもらえないし、菅政権になってからももらえないし、岸田政権になってからも,もらえないし、皆様のカンパ。岸田さんはほら、聞く力があるらしいから、もしかしたら、ある日、ある日、ピローン。 入金されましたやったーって言ってなんか10万とかだったら突き返しますよ。うん。ねえ。うん、許さん、そんな <laughs> っていうわけで、えー、我々が悪魔に魂を売らないようにするために東京五輪の滞在、ぜひ買ってください。よろしくお願いします。<laughs> よろしくお願いします。銭がないと何もできやせんのやでっていうことで。はいじゃあ日も脱車、チャンネル登録といいね、そして、えー、できればお年玉ください。よろしく。 耶呢，那么。